の方が簡単な基調でいいなら白色でいいじゃん、ちゃんとしないと危ないですよっていう、全員書が OK って言ったんですかっていうのを確認した方がいいです。どうも皆さんありがとうございます。今日も天才人の担当です。よろしくお願いします。今日はですね、これから確定申告を行うという方も多いと思いますので、ちょっとね個人向けの確定申告の話っていうのを、させていただきたいなというふうに思っております。かなりですねこの確定申告に関して間違った認識を持っている人が多いので、注意喚起の意味も込めて、お話しさせていただきたいというふうに思っておりますので、自分がね確定申告の対象になっているのかどうなのか、そもそも確定申告をしなきゃいけないのってどんな人なのっていうのを分かってない方って意外と多いと思いますので、ちょっとねそういった確定申告に関する知識がないような方に関してもですね、自分が対象になっているのかどうなのか、申告する場合にはどういうところに注意すればいいのかっていうようなお話をさせていただきたいというふうに思いますので、ぜひね最後まで見ていただければなというふうに思います。このチャンネルではですね、税金でね、生活に役立つような話であったり、企業の経営に関する話、ビジネスの話なんかをさせていただいたりしております。それからですねこれからはですねエンタメ向け、このチャンネルビジネスエンターテイナーという名前でやってるんですけれども、エンタメよりの内容がこれからどんどん増えていくというふうに思うんですけれども、ちょっとでもですねこういったことに興味を持っていただけたらですね、チャンネル登録をしていただけると嬉しいです。はい、ということで本題に入っていきます。個人の確定申告の話なんですけれども、個人の確定申告っていうのはですね、サラリーマン、つまり給与所得をもらって会社に勤めていて、そこから給与をもらっているっていう方はですね、基本的に確定申告する必要性がまずないんですね。なので確定申告をしなきゃいけないっていう方がそもそも少ないっていうのが実際のところでですね、会社に勤めている場合は普通はですね会社で年末調整っていうのをやってますよね。年末になんか書類サインして書いて出したり、なんか保険会社から来た保険のね控除証明書ってやつを提出したりとかってやると思うんですけれども、ああいった作業をして終わりなんですね。それを元に会社が正確な税金を計算して給与に反映してくれるので、自分自身で1年間の税金がいくらっていうのを計算する必要がないようにできてるんですね。なのでサラリーマンで確定申告が必要になる方っていうのは、例えば医療費控除を使うような場合だったり、住宅ローン控除の1年目、家とかを買った時に住宅ローン控除っていうのを使えるんですけど、それの1年目の方、それから2箇所以上から給料を受け取っているような方や、給料が2000万円を超えるような方、こういった方は確定申告する必要が出てくるんですけれども、こういったことに当てはまらなければ基本的に確定申告はする必要がないということなんですね。今日はですねそういったサラリーマンで申告必要ない方の話ではなくて、サラリーマンの方でもですね最近副業なんかしてる方って結構多いと思うんですよね。で副業して稼いでる場合であったり、自営業をしてたり、個人事業主として仕事をしているっていう方、事業所得などがある場合の話をさせていただきたいなというふうに思っております。まずね大前提として、確定申告ね自分で申告しなければいけないっていうことは大丈夫ですよね。日本の税金っていうのは申告納税制度というものが取られていて、国からいくら税金払ってくださいって来るわけじゃないんですね。自分で今年の収入はいくらなので税金はいくらですっていうのを申告して、それを元に納税していくっていう制度になっているので、国から何も言われないから別に自分申告しなくていいんだなと思っている方もしいたら、それは大間違いですということですね。例えば今年か去年かちょっと忘れちゃいましたけど、チュートリアルの得意さんなんかがですね、この税金のこと全然知らなかったみたいな感じで申告全くしてなかったっていう話がありましたけれども、本当に知識がないとそういうことになってしまって、大炎上してましたよね。活動も自粛なんてされてましたけれども、そういったことになってしまうんですね。もう自分で稼いだらもう誰に言われなくて もう申告するのが当たり前、この申告納税というのは国民の義務なので、それをやるのが当たり前なんですね。もう税金払ってないって、もう世間体としても非常にイメージが悪いということで、徳井さんって結構ね好感度の高い芸人だなっていう風に思われてたと思うんですけれども、税金払ってないってなると、それが一気に地に落ちてしまうということになってしまいますので、この税金を払うというのは非常に重要なことなのかなというふうに思っております。ということなので、税務署から何も言われてないから OK なんだなというふうに思ったら大間違いということは、まず大前提として知っておいていただければなというふうに思います。で今例えば自分でなんか事業をやってて申告してないけど、何にも税務署行ってこないからこれ見逃されてるんだなというふうに思っていたらですね、これもまた大間違いで、このパターンの場合は後ですごく痛い目を見る可能性があるので注意してください。例えばね大阪のたこ焼き屋と
とかね、個人で、まあ、自宅でね、エステサロンみたいなことをやっていて、結構稼いでいるにもかかわらず申告してなかった人が後々税務署にバレて、もう何年分も遡られて追徴課税とかになって大変な目に遭ってるっていう、大阪のたこ焼き屋に関しては確か廃業とかってなってたと思うんですけども、まあ、そういった大変なことになってしまうという可能性もありますので、これ知らなかったでは済まされませんので、ぜひね、自分のことは自分でちゃんとする必要があるという認識を持っていただければなというふうに思います。で、申告しなければいけない、収入があったら申告しなければいけないという前提でお話を進めていきます。申告の仕方がですね、大きく分けて2種類、2種類あるんですね。で、これ何かというと、青色申告と白色申告っていう2種類の申告方式があります。何が違うのっていうとですね、こちらの表、比較表をちょっとね、見ていただければなというふうに思います。簡単に説明するとですね、青色申告っていうのはちゃんと、正規の簿記っていうものに従ってちゃんとした帳簿を作らなければいけません。で、白色申告は簡単な記帳で OK ですよとされているという違いがあります。で、これ多くの人が勘違いしているのがですね、白色申告であればもうどんぐり勘定で適当にやっておいて OK っていうふうに思われている方非常に多いんですけれども、これは間違いです。で、白色申告であってもですね、簡単な方法で記帳すればいいっていうことにはなってるんですけれども、正確な所得計算を行えるように整然かつ明瞭に記帳しなさいとは書いてあるんですね。要は正規の簿記、まあ、簿記ってあまり皆さん馴染みないと思うんですけども、まあ、正規の簿記に従って記帳する必要はないんですけれども、ちゃんと取引が分かるように記帳しておく必要はあるっていうことなんですね。何が違うのっていうと、まあ、ちょっとそこはね、簿記の勉強をしていかないとなかなか分かってこないのかなというふうに思うんですけれども、ちゃんと計算、収入がいくらで、支出がいくらで、経費がいくらかかって、利益としていくら出ましたっていうのが計算できるようにはしておかなければならないということなんですね。つまり白色だから何にもしないで OK ということにはならないということなんですね。で、実際白色申告の場合、これ税務調査入らないというふうに思われている方もなんか多いみたいなんですけれども、結構入られている方が多くてですね、白色申告で税務調査に入られた場合、実に 75%、 約 75% が記帳不備という指摘を受けています。そうなるとですね、税務署に指摘されても何の反論もできないですよね。ちゃんと記録も残ってなければ、反論する書類も残してないので、いやそうじゃないんですって言っても、まあ、税務署としては聞き入れられないですよね。そんな口頭だけで言われても無理ですと、証拠出してくださいってなりますよね、当然。で、これ法律上はですね、正確な金額の計算ができない場合には推計課税することができるというふうにされているので、まあ、大体これぐらいの所得はあるはずだよねという推計を税務署が計算して出してきて、それに対して課税されてしまうということで、実際に払うはずだった額より多くの税金を取られてしまう可能性すらある。で、それが何年も遡られるので、さらに加算税とかっていうものがかかってきて、まあ実際払うはずだった税金の何倍もの税金を取られてしまうリスクがあるっていうことなんですね、ちゃんと記帳していないと。で、これに対しても、この推計されたものに対しても反論できる書類とか証拠を備えておかないと、まあ何も言い返せないってことになっちゃいますよね。なので、こういったことで後で痛い目を見る可能性があるということなんですね。特に注意が必要なものとして、消費税っていうものがあるんですけども、これ超注意が必要で、まあめちゃくちゃ重要なので覚えておいていただきたいんですけども、まあこのレベルになってくるとですね、消費税の課税事業者じゃないっていう可能性も高いと思うんですけども、消費税っていうのはですね、まあ、ちょっと仕組み複雑なので今日話すと長くなっちゃうんであれなんですけども、課税売上、まあ要は年間の売上が1000万円を超えている事業者っていうのは消費税の課税事業者というものになります。で、消費税の課税事業者になると消費税の計算というのをちゃんとして、納税しなければいけないというふうになっているんですけれども、消費税の仕組みをすごい簡単に説明すると、100円で仕入れたものを200円で売る商売だと考えてください。100円で買うときに、まあ、消費税込みで110円仕入れ先に払えますよね。で、お客さんにそれを売るときに200円で売りますと、消費税合わせて220円受け取りますよね。そうすると、まあ、受け取った消費税20円あるじゃないですか。これって会社の収入じゃないんですね。預かっているっていう立て付けになります。で、預かってる20円から先に10円払ってますよね、仕入れ先に。消費税としてこの払った10円を引いて残った10円ありますね、これをこの会社が納めるという形になっているんですね。で、この計算をしなければいけないということになるので、消費税っていうのはですね、実は負担としては本来ないんですね。預かったものをただ納めるだけっていうことで、実はお金としては出ていくけれど
ども、この会社は実は消費税の負担というのはしてないんですね。なんですけども、お金払うんでみんな消費税の負担がきついとかっていうふうにおっしゃるんですけども、実は負担していない。まあそれはいいとしてですね、こういう計算方法をして納税しなければいけないんですね。で、これポイントはですね、記帳をしてないと非常に大変なことになりますっていうのがですね、消費税、預かったものから支払ったものを引いて差額を納めるって言いましたけれども、このですね、まあ預かった消費税を納めるということは変わりませんと。ただ、記帳をちゃんとしていないとですね、この仕入れ先に支払ったさっきの10円の消費税ありますよね。これを認めない。このね、預かったものから支払ったものを引くのを仕入れ税額控除って言うんですね。先ほどの例だと10円が仕入れ税額控除できて10円を納めるという形になるんですけれども、この仕入れ税額控除をするための要件として、記帳をしていることと、領収書等の、まあ、商標を保管していることっていう2点があるので、この記帳をしてないとですね、仕入れ税額控除使えないってなっちゃうので、預かった20円丸々税務署に納めなきゃいけないということになっちゃうんですね。なので、もし消費税の課税事業者、1000万円以上売上があるにもかかわらず、記帳をちゃんとしていないということになると、とんでもないことになる可能性があるので、これは本当に注意した方がいいと思います。まあ、そのレベルでね、ちゃんと帳簿つけてないというのは、本当にまずいので、まあ、1000万超えたらちゃんとね、税理士使うなりなんなりして、ちゃんとした記帳をして、申告納税しておいた方がよろしいかなというふうに思います。ちなみにですね、この白色申告、青色申告って言ってますけど、青色申告ね、正規の簿記の原則に従って、ちゃんとした帳簿をつけなければいけないとなっているって話しましたけれども、先日というか結構前なんですけれども、相談に来た個人事業で塗装屋さんかなんかだったけれども、まあもともと税理士ついてたんですけれども、年高なんだかで、もう税理士先生が対応できないということで、うちにまあお願いしに来たんですけれども、そこ青色申告で、税理士つけて青色申告でやってるんですけど、帳簿も何もないっていう会社だったんですね。売上の金額いくら手書きですよ、手書き。その内訳も何もなくて、売上今年1000万で、で、経費、仕入れで500万かかってますみたいな、その合計の数字しかない状態でこれでやってくださいみたいな。まあ、青色申告の要件満たしてないです。なので、まあ、どっちにしろこれもアウトだなっていう案件だったんですけれども、そんな状態っていう会社が山ほどあるので、本当に注意が必要です。青色申告する場合には、ちゃんと帳簿をつけなければいけない。白色申告でも記帳ね、記録は残しておく必要があるということを押さえておいていただければなというふうに思います。で、この青色申告と白色申告ね、まあ、白色の方が簡単な記帳でいいなら、白色でいいじゃんって思うかもしれないんですけれども、青色申告の方が節税メリットとかね、いろんな制度を使えたりするので、基本的に青色申告の方が税金上得するようにできていますので、で、白色申告ね、どんぶり勘定でごまかしてできるか得だとかって思ってる人いるかもしれないですけれども、まあ、そんなことはないので、青色申告できっちりやるっていうことをお勧めします。まあ、実際問題としてはですね、正直所得がかなり低ければ、税務調査が来る確率って、まあ、そんなに高くないとは思うんですね。まあ、ゼロではないですけれども、例えばね、年間の収入が100万、200万しかないところに、まあ、税務調査官が何人来て、税務調査に行くかっていうと、その可能性は、まあ、正直ね、あまり高くはないかもしれないんですけれども、来た時に大変なことになるので、ちゃんとやっといた方がいいですよということですね。そもそもですね、まあ、さっきも申し上げた通り、青色申告の方が節税メリットもありますし、まあ、低い収入だからといってね、なんか税金をちょろまかしながら、なんか生きてるみたいなのって、どうなのかなっていうのもありますよね。まあ、がっつり稼いでね、その方が社会的な地位っていうのも、まあ、地位とかね、どうでもいいかもしれないんですけれども、社会的にもちゃんとしてるっていうふうに認められますし、がっつり納税して社会に貢献していった方が気分的にもいいんじゃないかなというふうに思うんですよね。なので、まあ、低い所得でなんかちょろまかしながら、適当な仕事してなんとなく生きてるみたいなことよりはですね、がっつり稼いで、がっつりちゃんと納税して、胸を張って、生きていっていただいた方が、まあ、精神衛生上もいいのかなというふうに思います。ということでですね、今日はですね、個人の確定申告についてのお話をさせていただきました。白色申告は危険ですよということですね。まあ、白色申告が危険ですよというか、白色申告だからといって、ちゃんとしないと危ないですよっていうね、たまにですね、なんかね、この職人さんとかで、まあ、いろんな業界の人で多いんですけれども、同じ業界の人との横のつながりって結構あったりするんですよね。で、その、まあ、ちゃんとやってない業者がいっぱいあるわけなんで、特に個人事業主レベルだとちゃんとしてない人って多いので、まあ、よからぬ話を結構ね、同業者から聞いてくるんですよね。いや、うちこんなやり方やってるからこれで OK なんだよ、みたいな。それはダメなんですけれども、あたかも法律で認められているみたいな体で、まあ、変な情報を仕入れてくる。まあ、それを言ってる人がいるんですよね。節税と脱税を勘違いしているような人も大勢いますし、まあ、明らかにこれ、そのスキーム脱税ですよっていうようなことを、まあ、バレてないから、ただ通ってるだけなのに、節税、これやんない人アホだよ、みたいな感じで伝えてたり
するんですね。そういうよからぬ情報をもらってきて私に聞いてきたりするわけなんですね。税金の部分っていうのは本当にちゃんとやらないと後で大変なことになりますし、世間からのね、社会からの信用を失うということになりますので、まあ、変な話聞いてきたらその人にはそれ税務署が OK って言ったんですかっていうのを確認した方がいいです。税務署が OK って言ったんであれば多分それは OK なんだと思いますけれども、ただバレてないだけっていうのはそれは OK っていうことではないので、まあ、真面目にやった方がバカを見るみたいなことを言う人もいますけれども、確かにね、最終ずっとバレなければまあ確かにね、その分得しているのかもしれないですけれども、そんな不安な気持ち、いつ税務署来るか分かんないみたいな、ビクビクしながら生活するよりもちゃんとやっといた方がいいんじゃないのというのが私が思うところであります。ということでね、このチャンネル見ていただいている皆さんはですね、かなり勉強熱心な方多いと思いますので、税金ちょろまかしたりするのではなく、それよりはね、もっと稼ぐ方法を、もっとね、収入を上げる方法を考えてですね、その税金なんか払ってもちゃんと手元にいっぱいお金が残るような正しい知識を持って生活していただけるといいのかなというふうに。ということで本日は以上になります。このチャンネルではですね、こういった税金の話であったり、こんな本を作ってお金の教育っていうのもしたりしております。お金に関する正しい知識を持ってですね、将来老後の不安とかをなくしてですね、お金に困ることのない人生を送っていただきたいなというふうに思っておりますので、このチャンネルのね、再生リストというところのマネーセミナーという再生リストからね、見ていただくとマネーセミナーでまとめてあげておりますので、ぜひそちらの方も見ていただければなというふうに思います。ということで本日は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が少しでもいいねと思った方はチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。また動画概要欄から LINE アットの登録もよろしくお願いします。では次回の動画お楽しみに。